どうも、しょうです。えー、以前ね、スライムチャンクでスライムボールを回収するという説を作りましたけれども、そちらの動画を見ていただいても、えー、まあ、うまく作れないよという方が結構いらっしゃるようなので、簡単にね、作り方をご紹介するという動画を作ります。はい。こちらの方を参考にしつつやってみてください。実際にね、作り始める前にスライムチャンクをね、調べなければなりません。 Xbox、私は Xbox360 でやってますが、PC 版でやってる人、ちょっとわか、えー、っと、私、シードどこで見るのか忘れちゃいました。画面がないので。えっと、Xbox360 と PS3 でやってる方は、こうやって自分の作った世界がここに表示されると思います。で、今、テストワールドでいきますんで、テストワールド。で、私、これ、クリエイティブモードで作成したんで、種がね、マイナス、クリエイティブモードの下って、 下に種って書いてありますよねシードっていうのは種ですマイ、え、ナ、ー、ス7518っていう数字のところをメモしておいてください、うん、まず作り始める前にねでご紹介したサイトに行っていただくんですけれどもちょっとここで画面切り替えまそうですえっと今見ていただいているのは私のラップトップの、えー、画面なんですけれどもご紹介したねスライムファインダーというサイトに行っていただいて先ほど調べたシード値をねここに入れてください、えー、こちらですねこちら あのこのサイトはご紹介した通り、アップスっていうところにありますんで、ここに入れていただいて、忘れず、ここの部分ね、ここの部分を Xbox、PS3 で遊んでる方は、こっちに直しておいてください。で、それで、Find Slimes のボタンを押すと、こういうふうに座標が表示されます。えっと、これをね、開きながらゲームの画面を開けて、 えー、自分のところに適したところね、えー、マップでちょうどいいところを探してください。私で言うとですよ、例えば、この私の作ったマップで言うと、この3つの連続、ここで作ってみます、えー、そんなに今回大きくするつもりはないので、うん、あのね、1マスでもいいんですけど、えー、っと、2マス連続してるところにしようか。じゃあ、ここにしますね。 真ん中ら辺のここに作ってみますねはいこの2つを利用しますで、えー、これを見ていただくとですね x 軸が32と48の間の16マスですねで z 軸が240から272となっていますでは、えー、こちらの方を実際のマップで探してみましょうではまたゲーム画面にさてクリエイティブの方のマップに、えー、来ました でこちらの方が便宜上を私の建物の近くに、えー、作っております、えー、コーディネンスの場所ははるか向こうなので、えー、座標の場所はねちょっと便宜上をこっちに作ったと思ってくださいそこにもスライムチャンクあるみたいですねえっとこの内側の黄色い枠で中が青のね、えー、羊毛になっているところがスライムチャンクだと思ってください 16×16 16の正方形が2つ重なっています でその周りをね、お堀みたいに、えー、3× 高さが3で、ワイドが3と、幅がね、3あるスペースを掘っておいてください。えー、っと、それで、後で水で流す形になるんですけれども、うん、それはね、そんなに難しくないんですよ。2つやり方があって、この水の流し方はね。例えば、あのスライムの回収、その小さくする施設をここに作りたい場合、ここですね。 こっち側に伸ばして、えー、作りたい場合、ちょっと邪魔なんですけど、はい、クモさん、邪魔です。ちょっと邪魔です。死んでもらいますよ。よし、えー。例えば、こっち側に伸ばす場合、よいしょ。こんな感じでね、こっち側に伸ばしていく場合は、あのー、向こう側から始めて、水をこっちで集めさせるという感じになります。えー、水はね、 えー、平坦な場所では8マスしか進んでくれないのでそれを延長するという作業が必要になりますそれがややね若干めんどくさいんですけれども水バケツとえー、っとそうですね看板を大量に用意してください今はねクリエイティブなので非常に楽ちんですけれどもサバイバルだと結構ねうん難しいのでやるのがね大変っていうのかなうん ただ単にね、ここに3つ置いても、あのー、ここで止まってしまうんですよね。なので、それを延長しないといけないと思ってください。ここの角から始めて、ここにね、水源3つ置いたとしても、右と左に流れてくれます。うん。で、えー、っと、そうですね。ここを調整して、ここ、ここに置いてください。こんな感じで。 で、えー、ここからスタートですね。看板は水をせき止める効果がありますので、こんな感じで、なんていうのかな。階段状に、階段、階段状にね、えー、あれを置くんですけど、このままだとね、真ん中の水路が、なんていうのかな。ちょっと置いてみますね。真ん中に水が置けないんですよ、このままだと。ほら。<laughs> ここ置けないんですよ、残念ながら。なので、あの、やることはね、 このままでもいいんですけど、ここに水がないので、プッシュ力が落ちてしまいます。なので、えー、っと、やることはね、ここにブロックを置いてもらって、えー、まずここに水を置く、それで、えー、ここに、えー、看板を設置してください。そうすると、うまく水の流れが繋がって押してくれます。ただね、あのー、小さいスライムがいる場合、 小さいスライムも巻くんですよ。いつも大きいスライムが湧くかっていうとそうではなくてですね、えー、小さいスライムが来ちゃった場合はですね、えー、っと、来るかなあった、いダ。この形だとたまにね、その、よいしょ、ダメだ。うまくいってくれないわ。ここにね、えー、っと、水がない場所があるんですよ、実は。ほら、ここね。ここに、あのー、 はぁ、快適って言って、とどまっちゃうものが出てくるんで、もしそれが嫌だったらね、後ろから来たスライムに押されてい、まあ、結局は流れていくんですけど、時間がかかる場合があります。その場合は、8マスごとに1段下げて、こうやって下げていく、あの伸ばしていく、水路をね、こんな感じで伸ばしていく形になるんですけども、あの、あまり深いところに作りすぎてしまうとね、例えばスタート地点を Y が10とかにしちゃうと、もう、 あと5マスぐらいしか掘れないんですよ。下に岩盤があるので。うん。5マス Y が5ぐらいまでね。5の高さぐらいまで、えー、岩盤の石があるケースがありますので、あのー、あまり深い位置に作りすぎてしまうと、この1段ずつ下げていく作戦ではね、あのうまくいかないケースがあります。うん。注意してください。でも、まあ、こっちの方がね、えー、安全っちゃ安全ですね。スライムが詰まったりすることも一応なくなりますんで、 えー、その場合は、例えばですよ。よいしょ。あ、ここで止めちゃダメか。えー、っと、こうですね。よいしょ。ふん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 。で、えー、曲がり角で、よいしょ。今ね、デモンストレーションで一段ずつ掘る、一段ずつ下げるやり方をご紹介してますけれども、こんな感じでね。 え、水路の方向を変えて一段ずつ掘っていくと。いうふうにしたら、最終的に向こうにたどり着くのは、もう本当に6段か7段、ここより下がってる状態になりますんで、今ね、あの、Y 軸がえ5のところにいるんですよ。これは、この世界はスーパーフラットなんで、えっと、ここにもう岩盤があるんですね。なので3マスしか掘り下げられないと。 なので、高さを調節してやってください。もし、その一段ずつ下げる形でやりたい場合は。そっちの方が安全ですね。うん。えっと、今どっかで、スライム湧いてますね。ここスライムチャンクみたいで。よいしょ。で、えー、勝手に落ちてくれます。今はね、壁がありますんで、ジャンプして乗り越えられちゃいましたけど、本当はここにこうやってね、壁がありますんで、今、落ちることなく進んでいきます。 で、えー、っと、あ、違う。飛び越えられることなく進んでいきます。で、通常は私は、あの、そんなに詰まることもそこまで気にしないので、こっちのやり方でやってます。よいしょ。で、これ作るときは、ね、さっき言った通り、ここに、まず水を置いてからにしないと困ってしまいます。置けないのでね。よいしょ。で、こうすると。よいしょ。 で、最後に、ここに水を設置。間違えたここですね。よいしょ。OK。で、これでまっすぐ伸ばしていけば、あのー、スライムくんたちはずっと向こう側に行く形になります。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっとここカットしますね。さて。 えっと、今度はですね、ちょっと、そこで合流させて、えー、前に伸ばしてあげてですね、ちょうど切れたところあたりね、8マス水進むんで、そのあたりでちょっと切って、えー、水のところで2段掘り下げておいてください。こんな感じですね。えっと、ちょっと、今、スーパーフラットで作ってるため、あのー、下のね、え地面の下が、の段に余裕がなかったんで、私ちょっとここで1段上げました。2段上げたのかな うん、でちょっと掘り下げられるようにしました。で、今、ラピスラズリのね、青いブロックが置いてあるところが、溶岩が来るところです。ちょっとマーキングしておいてください。水が切れたところの、えー、1、1個ね、1ブロック奥の、えー、2段上と、えー、2個、そのペースペースを開けていただいて、3段上に、えー、こことここですね。はい、こんな感じです。 上から見ると、こんな感じです。水が切れたところから見て、二つ、あ、三つブロック前と一つ前というところになっております。のところにね、えー、溶岩の柱ができるということになりますので、えー、ちょっとそこをマーキングしておいてください。で、まずは、え三、ー、つ、三段目の高さにあるところから終わらせちゃいましょう。で、そのブロックを囲むようにしてですね、こういうふうに、えー、看板を設置してあげてください。いいですか、ここまで。 でそうするとですね、えー、溶岩は看板を溶かさないので、なぜかね、この世界では。こんな感じで、えー、溶岩を支えることができるようになります。いいですかここのね、今、クォーツを使ってますけど、このブロック木とかにしちゃうと全部燃えちゃうので、えー、燃えないブロックにしてください。丸石とか石とかね。えー、何でも結構ですけれども、あのー、木とかね、ウールとかにしちゃうと燃えてしまうので気をつけてください、うん。一応ここガラスにしてね、見えるようにするっていうのもありです。 ガラスも溶けませんそのまま進んでいって、えーで、もう一個のところに溶岩ブレードを設置しますで。その前にですね、この下、水が途切れるブロックのところに、えーっとですね、スライムが遊びに来てますけど、えー、動画の中でソウルサンドを使ってくださいというふうにお伝えしたんですけれども、まあ、ソウルサンドじゃなくてもいいみたいです。まあ、一応ソウルサンドにしますけど、 うーんソウルサンドって一体何というとですね、これ、プレイヤーとかモンスターとかが乗ると、8分の7の高さまで下がるんですよ。本当にちょっと下がるんですね。なので、溶岩に当たりやすくなるっていうよりかは、溶岩の、ね、上にある溶岩にちょっと当たりづらくするということですかね。当たり、あんまり深く入りすぎない。ダメージのちょっとバランスの調整ですね。 のために多分外人さん、私のお友達は使ってって言ったんでしょうけど、まあ、実際使わなくてもアイテムの消失率はそんなに変わらないと思うので、今回は一応使って、えー、取れるんだったらね、ソウルサンド使ってみてくださいあの。無理に使う必要はないんじゃないかなと思います。で、えー、水が切れた下にですね、ソウルサンドを置いて、その上に板ガラスを3枚重ねてください。そうすると、えー、こういう風になんかちょっとブレードが、水のブレードがこれ止まってる感じですね。 こんな感じになります。で、えー、ここに溶岩を設置するんですが、その前にですね、ここに壁を作っちゃってください。こんな感じで。いいですかで、えー、ここは1マスの隙間で穴ができるような感じです。だいぶですね、ここ。はいで。そしたらですね、ここのマーキングしてもらった下にトラップドアをこんな感じで設置してください。 トラップドアがあるとですね、押し合い、へし合いやって上に跳ね上がりますんで、あのー、ね、そちらの方は動画でご紹介した通りです。今の状態で溶岩を置いちゃうとこっちにブワーって流れ始めちゃうんで、ここも止めましょう。ここも看板を設置して、えー、溶岩をせき止めます。こんな感じですね。はい。そうすると、えー、3つ目の高さにあって一番大きいサイズの,溶あの、ね、スライムが砕かれて、中位になって、ここで中位のやつは、 1一回下に落ちるんですけど、えー、ここでちょっとゆっくりにソウルサンドのおかげでゆっくりになって押し合いしゃやって上にジャンプして頭を当てて、えー、あのサイズがね最小単位になりますよということになります、はい、そしたらですね、えー、ここが穴になります1マスの穴で最小単位になったスライムくんたちがここにたまるんですけど えー、二通りのやりりや方がありますもしあの最小単位だったスライム君を地上ねすっごい高いところに出したい場合ははいえっと階段とかで上げることはできないので,で水流エレベーターも効かないスライムはねスイムアップっていって上の方向に泳ぎ上に泳ぐことができないので水没してただ死んでしまいます。 なので、えー、こんな形でね、その穴、最小単位のスライムが降りたところの先に、えー、水源を置いて流れるようにしてください。でそしたらですね、えー、もし上に上げたい場合は、えー、っと、ここにこんな感じではしごをつけて、ずっと上まで伸ばしてあげてください。 もしかしたら、ね、私ちょっと聞いたことあるんですけど、二重マス付近までしか上がらないよっていうふうなことを聞いたんで、もし上がらない場合は、二重マスぐらいまで上げたら、ちょっとね、工夫してみてください。こんな感じで、ちょっとね、そのライン、その階段、はしごがついてるラインを諦めて、うるせえな、怖いお兄さんたち。 で、こうやってありますよね。で、そしたら、違うラインを、えー、ここに設置して、ちょっと待ってくださいね。こんな感じで。えー、っと、もう一個向こうがいいかな。もし上がってこない場合ですよ。多分上がってくるとは思うんですけど、あの、20マス以上も。ちらっと聞いたことがあるんで、もし上がってこない場合は、えー、こういうふうにして、えー、ラインを変える。 ここちょっと今5マスぐらいしかないですけど、ここ20マスだと思ってください。20マス上げて、1回こっちにやって、もう1回20マス上げるみたいな感じでね。40,60,80と上げられるんで、で、それちょっと工夫してみてくださいということだけになります。多分できるんで、1回あの40マス一気に上げちゃってもいいと思います、多分。私は作ったことないので、で、上がってきませんっていう人がいたら、そうやってやってみてください。 で今回は便宜上ですね、このはしごで上げるというところは作りませんので、そのまま水で流すことにします。こんな感じでね。はい。で、えー、っと、スライム君を最小体になった後、こうやって来ますんで、えー、ここ、まあ逃げないように簡単にね、えー、こうやって塀を作っておいて、まあジャンプで上がることはできないですけども、1マスなので。 はい、でえ、ここでスライムくんがたまることになりますが、ちょっと邪魔なんだけどな、あなた、ちょっと、出演したいのは、気持ちは分かるが、みたいなね。<laughs> で、そしたらですね、えー、とここに、水が途切れるところにですね、このフェンスゲートを設置しておいてください。 今のままだと、ちょっとね、1マスこうやって、ここで殴れないので、1マス掘り下げて、ここで叩くみたいな感じですね。あ、削っちゃった。あ、来た来た来た。向こうで湧いたスライムが勝手にはまって落ちてきましたね。で、フェンスゲートは1.5マス分の高さがあるんで、スライムくんは、えー、出られません。こっから。で、ここで叩いて倒すって感じですね。はい。で、えー、これで終わりです。 でソウルサンドをね、えーつく、使った理由を先ほど簡単にご説明しましたけれども、えー、ソウルサンドは8分の7の差がつまでね、下がるので、うん、ここね、えー、こういう風な形にすると、プレイヤーはね、プレイヤーモブはね、出られないんですよ、こっち側からは。ほら。進めないでしょ、これ以上。これ以上進めないんですよ。面白いことに。ただ、こっち側からは入ることができると。 こっち側から入ることはできるんだけど、戻ることができないというね。なので、ここにね、えー、モブ君を干渉、えー、用としてね、ゾンビ君とかを飼っておくことも一応可能です。ただ屋根をつけておかないとあの死んでしまいますけれども <laughs> で。ゾンビ君たちはここから出ることはできないので、ここに飼っておくことも可能です。ということでね、えーまあ、簡単にご説明させていただきました、えー。これで多分作っていただけるんじゃないかなとは思いますけれども、水のところだけ工夫してみてください。 えーとそれぐらいで難しいところは特にないと思いますではまた次の動画で、はい、そうだもう一つお見せしたかったのがこれはちょっとおまけですけれども私がクリエイティブに作って一番最初に作ったねトラップタワーの模型なんですけどえっ、ー、と2個目に作ったねものと回路的にはほとんど同じシステムになってますが上でね以前は湧かなかったんで放置してたんですけど これをね、えー、浚する機構にして、えー、使うとどれぐらいのペースで湧いてくれるのか。これ2段しか積み上げてないんですけど、なので実際はどれぐらいだ多分200マス ?300 マスぐらいしか湧くスペースがないんですけれども、えー、結構な、えー、ペースで湧いてくれます。うん。これね、もうちょっと大規模にすると多分すごい勢いで湧きますね。うん。ちょっとやってみたいけど、 時間がないんですよね。次新しい Xbox One になったらぜひトライしてみたいと思います。材料きっちり集めてね。えー、超大規模な、えー、トラップタワーを建設、空中にね、浮かぶやつを作ってみたいなと思うんですけど、今回はデモンストレーションとして下、これ30マス空いてるんで、どのモンスターでも死にます。で、上は、えー、ピラミッド型になっていて、モンスターめっちゃ湧いてますよね、ほら。これ全部落ちてきますよ、後で。 でえーまあ、これがあ3フロアあるのかな今こいつだけねちょっと高さ3にしちゃったんで湧いちゃいますけどよいしょってことで、えー、ちょっとどんな感じで湧き続けるのかお見せしましょうでこれを押すとですね一気に水が流れ始めてあのピストン動きましたよね回路がつながって水が来てこんな感じですねでまた瞬殺したんでまた上で湧きすぐ沸き始めます で、また落ちてくると。これがずーっと永遠に繰り返されるんで、非常にあの効率はいいと思います。で、下はね、えー、落下ダメージで死んだ、こういう風に回収しちゃうと、多分スケルトンとかクリーパーがあの怖いので、えー、アイテムだけ水に流されるシステムを作れば、うん、下、もしダメージをね、しっかり与えたいんあれば、水の下にね、えー、杭を、フェンスゲート、フェンスをね、 下に敷いてダメージがちゃんと入るようにして、えー、アイテムだけ回収するという形でね、えー、やれば結構な効率でアイテムが貯まるんじゃないかなと思いますうん小規模なにもかかわらずかなりのね、えー、効率モンスター降ってきますよねちゃんとねボコボコボ,ボでこれの形だとまあ下で回収するのはアイテムだけなので <laughs> あのー、楽チンですね うん、ただ、アイテム、モンスターをね、倒したりする経験値はもらえないということですね。落下ダメージ死んじゃってるんで。っていうことで、今回は、また、これをちょっとおまけでしたけど、こういうのも作ってみてください。